8月の7日90分本格的に皆さんと一緒に学ぶ時間、非認知能力というのを皆さん聞いたことがありますか？結構いろんなところで今聞くんですけど、あの学力、ね、知能指数とか認知能力は IQ として皆さんよく知られてるじゃないですか。今まではそっちの IQ 学力中心にいろんなものが測られていたんですけど、今は非認知能力というこちらの方に世界的にものすごく注目が集まってるんですね。この非認知能力とは何かというと、意欲、協調性、粘り強さ、忍耐力、そして計画性とか自制心と自尊心、創造性、コミュニケーション能力など、このグローバル化する社会に必要なスキルと言われているものなんですね。その非認知能力が高い人たちが今世の中で求められているんですよ。皆さんが学びと実践をたくさんやりながら、実際の生活の中で使えるスキルがたくさんあるんですよ。でなぜこれをテーマにしたかというと、やっぱり今はいくら IQ が高くても、コミュニケーションがうまく取れなかったりとか、それで社会に出てたくさん問題を抱える人がものすごく増えているんですね。これが子どももそうだし、大人もそうなんです。この私たちが今多様化する、ね、この社会の中で、この非認知能力っていうスキルを皆さん自身も身につけると、何があっても揺らがない自信がついたりとか、生き抜く力がついたりとか、ね、それを役にも立つし、これは大人になっても鍛えられるというのが今回の他ではあまりないポイントだと思うんですね。ね、この非認知能力を育てるメソッドというのを5回のシリーズで皆さんにお伝えしていこうと思うんですね。まずは非認知能力というのが一体何なのか、その非認知能力という名前がついてこのように世界的に注目されるようになったきっかけは何なのか、でそんなこともお伝えしながら、この非認知能力というのをじゃあどのように育てたらいいのかというのは、この皆さんがヒーリングライフスタイルで学んでいらっしゃる脳教育がものすごく有効なんですね。それでこの脳教育を使って非認知能力を育てるメソッド、とにかく楽しいです。それで皆さん自身が学んで、自分を鍛えながら、周りの人にも伝えながら、そしてみんなが非認知能力が育ったらものすごく、ね、いい世の中ができるんじゃないか、そんな希望を持ちながらこのセミナーを開催したいと思っていますね。90分間あっという間に過ぎますけど、ぜひ筆記用具とか持って、で座学と体験の楽しい時間になりますので、まずは第1回目が8月7日土曜日にありますので、詳しくはここにあるヒーリングライフスタイルのLINE 公式アカウントなどでも詳細が見れるようになっておりますので、ぜひお申し込みお待ちしております。